ハッサン・ビン・アブドゥラー・サニーはシンガポール・プレミアリーグのライオン・シティ・セーラーズ FC に所属するサッカー選手。シンガポール代表でポジションは GK。2007年11月のインタビューによると、サッカーを始めたのは10歳の頃で、名小学校ではキャプテンを務めていたという。その後はブラッテル中学校に進学し、サッカーを続けた。 当初のポジションは MF であったが、12歳の時にズダによってポジションを変更した。サッカーをやっていて最も幸せだった記憶は1999年にハーフウェイラインからゴールを決め、2から1で終わったその試合の決勝点を得たことだとも発言している。その後、バイハッキ改ざん、シャーリルイシャク、カイルルアムリと共に、カイルルアムリはシンガポールサッカー協会の 第一期生となった。卒業後は S リーグに所属し、ゲーランユナイテッド FC やヤングライオンズ、タンピネスローバース FC 等を渡り歩いた。2011年12月には4年間所属し、第一ゴールキーパーであったタンピネスを離れ、サファックに移籍した。2014年には S リーグの年間最優秀選手に選ばれ、これは GK としては初めての快挙であった。 2015年にはタイプレミアリーグのアーミーユナイテッド FC に移籍し、サイアムネビー FC 戦で初出場を果たし、1から0で白星を勝ち取った。ムハンマドリドファン、バイハッキカイザン、シャーリル一尺の3人と合わせて、シンガポール協会ユースの4ギャングと称される彼は、代表でも彼らと共に活躍している。その彼のシンガポール代表のデビューは、 2004年2月18日のインド代表戦である。2003年の東南アジア競技大会にも出場し、彼はこの時の U-23 代表のゴールを守った。その代表のユニフォームに袖を通して、初めて現れたのは2003年8月であり、レザルハッサンとハーフタイムで交代する形で U-23 日本代表戦でデビューを果たした。代表でも、 定位置を確保したものの、ライオネル・ルイスの控えとしてであった。しかし、2007年のムルデカ大会でのルイスの活躍が、思わしくなかったため、UAE 代表との親善試合では落選し、ギャスパーちゃんがルイスの代わりに呼ばれ、彼は活躍の機会を得た。また、同年の東南アジア競技大会では、銅メダルの獲得に貢献している。サウジアラビア代表戦では、 非常に良いパフォーマンスを見せたハッサンだったが、シンガポールはこの試合に2から0で敗北した。2008年7月28日、U-23 ブラジル代表戦では、前半のゴールキーパーとして活躍し、ジエゴやアレシャンドレッパとのシュートを止めている。2014年11月30日の東南アジアサッカー選手権のマレーシア代表戦では、カウンターされた時にハッサンが、 自陣に戻りきれなかったため攻撃を守りきれず、物議を醸した。これによって1から2で負けていたシンガポールはさらに1点を失い、その1から3の結果は、マレーシアのファンによってパロディ化された。ウォリアーズ FCS リーグ2014シンガポール、ありがとうございます。